選手3年生です。選手の演技でした。最後の最後のね、一番使えた時のこうスピードのあるスピンを、そうですね、とてもポジションの綺麗なスピンが続いていました。
そして後半のジャンプもですね、難しいコンビネーション、トリプルループからまたトリプルトーループのコンビネーションですね、しっかり決めていましたので、とても良かったです。さあ、ユーヨーこれ今出てきたのが最後のグループですね。そうですね、最終グループですね。上位6名が入っています。はい、今岸名優斗選手の得点を待っているところなんですが、この最終組に北海道選手が、そうですね、長谷川和樹選手出てきますね。はい、楽しみですね。